はい、どうもです。ジャンゴでございます。皆様いかがお過ごしでしょうかというところでね、今回はいつもの動画と違った趣旨のタイプの動画を出したいと思っております。っていうのも、私ブログでいろいろ活動のことを話したり、なんでこの活動をしてるかとか、なんでジャンゴブログを始めたのか、なんでジャンゴ TV を始めたのかみたいなね、活動上の、思いみたいなのをね、YouTube でなかなか説明していないなと思ったので、今回こういった形で、お話できればいいなと思いながら、やりました。っていうのも、今回の動画、プレゼンみたいなパワーポイントで作ったスライドショーで行っていくんですけれども、ラジオ感覚で聞けたらいいな、みたいな。ただ動画流しっぱなしで声だけ聞ければいいな、声だけ喋ってるやつ聞けばわかるよみたいな動画にしたいなという思いもあったので、こんな動画にしてみましたという形でね、皆さんそれぞれスライド流れていくんですけど、見てもいいですし見ないでもいいですみたいなスタイルで聞いていただければなと思います。で、今回話すのがジャンゴが誕生した理由ということで、なぜジャンゴブログを始めたのかということについて、お話ししていきたいと思います。という形でスライドを次にやると秋田県ってどこっていうね、私は何の人間なのかみたいな形で説明させていただくんですけれども、秋田県、こういった場所、人口96万人ぐらいで、日本海に面しているよということで、出身の芸能人は佐々木希さんだったり、元乃木坂46の生駒里奈さんだったり、いろいろ有名な方がいます。最近で言うと吉田輝星投手とかね、いろいろいますという形で、秋田県ってどこっていうお話でした。はい、なんでこのスライド入れたんだっけ。まあいいや。で、有名なもの、なまはげ関東、大曲がりの花火とか、横手の鎌倉とか、秋田はあれだね、春夏秋冬を楽しめるイベントが結構あるっていう感じの場所でございます。で、食べ物で言うと、きりたんぽがやっぱり有名だと思います。で、あとはお魚のハタハタとか、あと山菜系ですね、ジュンサイとか、トンブリとか、いろいろ美味しい食べ物もある県なんです。で、その他で言うと、やっぱり金足農業高校、皆様ご存知の通り、吉田輝星投手の出身地、生まれた場所っていう形ですね。秋田県は存在してるんですけれども、で、あとは秋田犬とかですね、ザギトワに贈呈した秋田犬が秋田県で生まれた秋田犬っていう形でね、ちょっと秋田が混在してわけわかんない感じになりましたけれども、こういった形で、伝統文化食その他いろいろ秋田県は有名なもの、魅力的なものがたくさんあるという感じですね。で、こういったことを踏まえるとやっぱり秋田県で素敵な場所だなって思うわけですよ。皆さんそう思いませんか？私はそう思っておりますということでね、やっぱり秋田県は素敵な場所だなって思うんですよ。この写真もね、大曲がりの花火の写真なんですけども、本当に春夏秋冬を楽しめるお祭りがあるし、美味しい食べ物があるし、秋田県で素敵な場所だなっていうふうに思います。がーですよ、しかし、ジャンゴから見た秋田のリアル、こっから本題なんですけれども、ジャンゴからっていうか、若者目線ですね。秋田県ってやっぱ住んでるといろんな問題とかがあるわけですよ、私目線でね。で、例えばいろいろ少子高齢社会で自殺率がトップの方で、最近だったらイージスアショアの問題があるとかね、地域の問題で言うと、もう人が住む場所がなくなったり、限界集落と言われるね、そういったエリアが存在したり、いつも遊ぶ場所はイオンですとかね、雪が秋田は降ります。なので除雪作業を毎日しなきゃいけないし、すごく都会と比べるとハンディキャップがあるような県だなという風なリアルが私が見えてますね、そういったリアルがね。で、あと若者目線でいくと、やっぱり給料が少ないだとか、ギャラじゃねえや、ボーナスが出ないだとか、いろんなことを、イメージじゃなくて結構聞きますね。はい。で、やっぱりデートとか行ってもイオンしかないし、選択肢が少ないって感じですね。買い物、遊ぶ場所の。なので、生活にメリハリが出ない、ワクワクドキドキが出ないので、ちょっと、今後っていうか、10年後、20年後、30年後、どうなってるかわかんないですけど、今、現時点ですごく問題だと思ってます。ワクワクができない場所だなっていうふうに、真面目に考えてます。なので、いろいろ遊ぶ場所とか、デートする場所の選択肢が限られて、メリハリがない生活に飽きちゃって、今はスマホで、ね、Hulu とか、Amazon プライムとか Netflix とかも動画を見れるんですよ。なので本当に休日は家で動画見てるっていう人が、若い人が結構いるんです。それって結構まずいことだと私思ってて、本当に出歩かないっていうことになるじゃないですか。秋田の外に出歩かない、そうなるとやっぱり魅力もわからないし、秋田っていい場所だよねって大げさには言えない。だからそういった問題もね、結構これからというか、もう出てますという言い切りたいですね。本当にあると思ってます。
で、そういうことを踏まえると飽きたって、ちょっとつまんなくねって思うところもあります。いや楽しいですよ、私はすごく楽しいと思ってますけれども、つまんないと思ってる要素も何パーセントかはあります。はい、なんですけれども、私は、地元企業に就職することにしました。で、その心はというと、そういったやっぱりなんだろう、反抗心じゃないですけども、そういったハンディキャップのある秋田で私は生き抜いてみたいという思いがあるんですね。秋田で充実させた生活を送りたいという思いがあったので、地元の企業に就職しました。で、これはあれだね、営業マンとして入ったんだね。で、秋田に貢献するんだとか、業績を上げて、いい職というか、いいところについて、結婚して子供生まれてみたいなね、いい感じの秋田ビジョンをね、私は抱いておりました。はい、で、だけどですが、入社して1年ぐらい経った頃ですね、ちょっとこのお給料とか大丈夫かな、会社のとかって思いながら生活してたり、これって本当に今やってる仕事ってやりがいか、秋田のことが好きで、秋田に貢献する仕事もできてるんだけれども、これって本当にやりがいなのかなというふうに思ったり、現状や自分の気持ちに疑問を抱き始めたという感じですね。入社して1年経った頃で、メモって書いてるんですけども、この頃の私、入社して 1,2 年くらいかな、たくさんの人、営業マンだったので、たくさんの県内外の人とお会いすることができました。で、あとはトークですね、営業力だったり交渉術みたいなのをほんの少し出すけどほんの少しですけど学んだ感じがします。あと一番思ってたのは、秋田県ってなんかすごくやっぱインターネット過疎化してるなって思ったんですよ。なので、もっとこの会社、自分の会社含め他の会社も、もっとインターネットをうまく使ってビジネスができるんじゃないかみたいな風に考えてた時期ですね。で、この時考えてたのが3つあります。で、1つが秋田の情報を個人で発信してみたい。やっぱ私すごく秋田のそういったハンディキャップをなくしていきたいとか、やっぱ秋田を良くしたいという思いが結構強いので、会社にいながらでもそういった秋田に貢献してるってことは間接的にできてるんですけども、直接的にね、個人で発信してみたいという思いが強くなってきました。で、あとは秋田で楽しくなる方法を見つけたい。さっき言った遊ぶ場所とか買い物する場所全部イオンみたいなね、そういった現状をなくして、いろんな選択肢を見つけたいなという、ただ自分は発見できてないだけじゃないかみたいな、そういった思いもありました。で、あと最後に、秋田をもっと楽しめる場所にしたいっていうね、何か作りたいと思ったんですね。そういった選択肢の楽しい秋田の遊べる選択肢の一つに、何か自分でもコンテンツを作りたい、自分が楽しめる場所を作りたいというふうに思うようになりました。で、そんな思いから誕生したのがジャンゴブログです。これは本当に自分の中では完璧で、自分が楽しめるコンテンツ、場所がブログ、ジャンゴブログだった。自分が書くのが好きだからっていうのもあったんですけども、ブログだったということでね、ジャンゴブログ、これは会社入社して1年ちょっとぐらいしてから誕生させたのかな。いろんな考え、思いがあって、このブログというコンテンツを選びました。なぜジャンゴブログだったのか、YouTube じゃないのか、なんか他の雑誌とかメディア自分で作ればいいじゃないかみたいなこともあるだろうけど、なぜブログを作ったのかみたいなね、なぜブログに注目したのかみたいなこともまた今後話していけたらいいなというふうに、個人的には思っています。で、ジャンゴブログ、現状なんですけれども、ジャンゴブログ会社いる時から始めて、結局ブロガーとして自立しますということで会社を辞めるんですけれども、現状の話をしますと、月間9万回見られているブログを運営してるって感じですね。めちゃくちゃ見られるようになってありがとうございます皆様っていう感じなんですけれども、で、そういった活動をしてると外部メディアから取材来たりテレビ出演したりという形でね、今は個人で、会社に属さないで、フリーランスみたいな働き方をしてるとい ジャンゴという人物でありますという形でね、ジャンゴブログはこんな形で、誕生したって感じですね。自分のやりたいことを、自分のやりたいこと、思いをすべて踏襲というか反映できたのがジャンゴブログであり、自分の中で楽しめる場所、秋田の中で楽しめる場所がブログというものを一つ見つけたみたいな形でね、今回ジャンゴブログの話をしてきましたという形でね、全然触れられてない部分もあるんだろうけど、やっぱり長く話すとな、皆さん多分もう見る気も失せると思いますので、こんな感じで終わりたいと思いますけれども、なんかいろんな私の今話してた中でこういったことが気になるので、もっと話してくださいみたいな
ことあればコメント欄とかに書いていただけると、私それ見て次回の動画で出そうと思ってるので、なんかどんどん感想ください。でこのタイプやめてくださいでもいいので、ちょっと試験的な動画になってるので、本当にどうなってるかわからないので、皆様ぜひコメント感想の方をお待ちしておりますというやつと、あとチャンネル登録とか高評価していただけると本当にモチベーションが上がりますので、ぜひ皆様何卒よろしくお願いいたします。ということで今回終わっていきたいと思います。さよなら、ありがとうございました。